はいひとつきまんさつ清水でーす、まあ、どうせこの動画も盛り上がらねえんだろうなと思いつつ、ねえー、盛り上がらんなー立憲民主党の代表選ということで、えー、皆さんそもそも知ってました ?11 月30日に投開票あるらしいですよということで何でこんなに盛り上がらへんねんの立憲民主党のこの代表選ということで、まあ、枝野さんがですねこれ11月12日に取っているので、えー、今日、辞任。 されるらしいですね、えー、特別国会を閉会して12日に辞任されるということで枝のついに辞任ということなんですけどもじゃあ次一体誰になりますんっていうことで小川淳也さんとかですね西村千奈美さんとかっていうふうに知ってるんですけどもできてる出てきてるんですがああ小川淳也さんねはいはい香川でねあのデジタル庁のね平井さんと戦ったーとかああ西村さんねはいはいあーんってわかる人。 相当な政治マリア <laughs> ねほとんどの人知らねえからっていう、まあ、これなんでこんなに盛り上がらへんねんろうなっていう話を含めてですね、その盛り上がらなさが、結局立憲民主党が今回、残念ながら議席を減らしてしまったことにもつながるのじゃないかというふうに思ってですね、えー、本間さんと話をしたいと思います。本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> <laughs> ああ<ー>。最初の一息をですね。 喋り切る途中で、実は私咳が出そうってだったんですけど、これは喋り切らなければならないと思って。頑張りました。皆さん褒めてください。はい。今日はだから注目されている人を一応。こんな人なんだよっていうことを皆さんとちょっと見てみよう。ということをね。できたらいいかなと思うんですけど。まず盛り上がらんですね。うん。まあ。ね。うん。 やっぱりこうあれかなまあとにかく今日までさ、うん、やっぱりあの人に枝野福山におんぼに楽なったわけうん、うん、枝野さんと福山さんにねうん,うんちょっとなんていうの顔が変わんねえよってずっと言われながらも、うん、言われながらもだって去年代表制やってるわけよ民主党うんうんうん で、代表戦やってんのに、やって、そこで枝野が選んだわけじゃんよ。うん,うんうん。あれは自民党も一緒でさ、うん、去年あんなに大してで菅を、菅がいいって決めといて、うん、1>, 1年でクビにしてるんだよ。結局同じだけどさ、うん、同じだけど、うん。まあ枝野に、去年、もう1年やってよってやったわけでさ。うん。ねあの時にそう言っといて、まあもうクビにしてるっていう。うんまあ あの選挙で負けちゃったからね。うん、っていうのもあって、まあしょうがねえと。うん、ただ、今までとにかく前の民主党政権で、えー、閣僚とかやってた人たちばかりが立憲の顔だったんで、若干やっぱりちょっともう古い古いかなっていうふうに。古い感じするね。うん。うんねえ、まあちょっと。 古いのかなでもうもう10年近く経っちゃうもんね、うん、やっぱりささすがにちょっと古いかなと、うん、いうことで新しく名前が出てきているんですが,がやっぱちょっと迫力がねえのはさうん,うーんと今その名前が出ている男で名前が出ている、うん 小川とか泉だっけ小川さんとか泉健太さんとかその辺りですね。まあでもこの小川とかさと、うん、泉健太とかさんあたりっていうのは、うん、希望の塔ができた時に「おお!」って「希望の塔バザーっつって「希望の塔」行っちゃって、うん、あれで「希望の塔」が空中分解してからやっぱり立憲民主も戻るわっつって戻ってきて、うん、いまいちこう。 腰ががってない感じがまあそうですねまあ今日はちょっと一人一人チェックしてみたいなと思うんですがまず小川淳也さん。ねえ映画で有名になっちゃったね。うん、はい泉健太さん。いや映画で有名になったって言ってもそれもうすんごいマニアックな人だと思いますけどね。<laughs> <それ笑>あと泉健太さん。で、うん、あとはまあ馬淵さん。うん、これもなんか期待されてますよね。あとは女性だと西村ち奈みさんなんですけど。 この人たちの出身大学と年齢をですね全部答えられる人っていないと思いますじゃあ小川淳也さんからいきましょうえ<っ>、えー、小川淳也君、えー、ということで、えー、50歳、うん、若そうに見えるけどもう50なんだよね、はい、東京大学法学部、うんうん、なんとあの自治省ですよ最初お、えーね、今吸収されて総務省 で<ー>政治的なその経歴としてはですね民主党、民進党そして希望の党に行ってわーってなったんだけど、うん、あの小池百合子にこうまあ、かなりと騙されてですね希望の党ああははーって行ったんだけどまああの帰ってきて、えー、無所属になってから、えー、立憲民主党。うん、まあそういうい人だよね。この人はでもさ結構やっぱりなんていうの ああのー、まあ、志があって、うん、まあともかくそのやるかあの政治家をやるからには総理になりたいっていうそういうこともはっきり言っていて、うん、であのー、まあそのやっぱり平井をぶっ倒して、うん、ん平井を倒してきたのそうだよ。挙区ね。 えー、今回ですね、デジタル庁の、あのーまあのまデジタル庁の大臣か、の、えーうん、平井拓也さんをですね、えー、2万票差で勝ってますんで、まあそういう意味では、選挙も強いね。まあ、今回初めてだよね、んうん、うん。で、まあ、ようやく勝ったと。勢い乗ってる。まあ、そうだよね。うん、で、えー、っととにかく総理になりたいっていうさ。うんなぜ 君は総理になれないのかっていう映画に出ているてい、うん、ドキュメンタリー映画だけどねそうです出ているっていうまあなかなか熱い感じの人、うん、でなんかすごく若く見えるけどでも50、はい、もうすでに50は50なんだよね、うん、でうーんとその人となんとなく透明から見るとなんとなく雰囲気似てる泉健太君ああ泉さんねでは えー、泉健太君、立憲民主党政務会政務調査会長衆議院議員、京都3区。はいえー、この人のですねあーのー年齢とですね、えー、学歴を知ってる人なんてほとんどいないと思うんですが、えーうん、なんと47歳、お<ー>小川淳也さんよりも若い。若いで、えー、1974年7月29日生まれで。 えー、関西が誇る立命館大学卒。うん、ということでこの人はですねあの福山さんの秘書をやられてたんんでですうん、で福山さんの秘書をやってで、えー、在学中にですね関西弁論,討論弁論討論交流会とか、うん、全日本学生弁論討論まあディベートですよねそういうのの会長、うん、弁論好き。 で立命館大学を卒業してすぐあの現在の立憲民主党の幹事長でありまあうちの番組にも出てくれた福山さん、うん、この秘書を務めていると、うん、でそして、えー、2003年からまあ衆議院議員やってんだなうん8回はすごいねええうん、えーうん んでまあこの2人はもうさあのあれには絶対出るって言ってんだよねあの代表戦ね代表戦にはもうすぐに手挙げてさで泉さんは去年も出てるんで去年のあの枝野との一騎打ちにも出てるで負けましたまあ負けちゃったけどねそう負けたけど代表戦に出たのって枝野さんとこの泉さんだけなんですよね そうそう,そう、うん、去年うんうんで枝野さんが<れ>ええー、代表選挙で107票泉健太さんが42票という形になってますねうん、うんうん、だよねはいでえー、っとその2人プラス名前が出てるのはまあ馬淵さん馬淵さんまあ馬淵さんはちょっと上だよねはい馬淵さんはですね 1960年8月23日生まれ61歳。はい、で、えー、奈良ですね。で、えーでねでえー、この人はあ横浜国立大学の工学部ですね。横国ってやつです、横国。はい でここ、まああの神奈川のねあの名門国立大学ですけども、ここを出て工学部を出た後に三井建設の従業員、うん、おこれをあのやられてますね。三井す、ね、はいで、えー、あとはですね、コンピューター関連会社のなんか販売会社に、えー、入ってですね取締役に入ったんですよ。うん でこれはなんか当時、同族会社ではない会社で行くと、非常最年少の上場企業の取締役。<ー>で、他にもですね、あのー、同じ会社のですねアメリカの法人の最高経営責任者、CEO とかをですね、うん、務めたりとかして、まあ、経済の現場をある程度知っている人です。 そういう経済の現場はある程度40歳ぐらいまで行った後に政治家になっている。うーん、そうだの、ね。だからこのまあ男性3人を比べてみるとですね、例えば小川淳也さんなんかは、まあ、若く見えるんだけども50で、で、えー、本当に官僚、東大法学部出て官僚になって政治家っていう、なんか、結構イメージ的に、イメージとはだいぶ違う、 なんかどちらかというと、ザ自民党の政治家的な <laughs>、あの、結果、なんか、あのー、歩み方してますよね。そうな。で、泉健太さんは、もう本当に福山幹事長の秘書もやられていて、えー、立命館大学を卒業して、でそして、えー、ずーっと、あのー、くっついてきてるっていう意味では、まあ、ザ立憲民主党っていう、うーんそういう感じ。で、えー、馬淵さん。 はえー、年お年は60歳なんですけども実は政治家になったのはまあ、40代になってからなのでそれまでは経済の現場をしっかりと歩んでいるという意味では、まあ後で女性の、ね、西村さんも紹介するけどもこの3人ぱっと見ただけで相当違いありませんこれもう面白いけどなんで盛り上がらないんだろうっていう。<laughs> もう一人で、ね、女性の、えー、西村ちなみさんあー西村さんねはいはいってわかる人はほとんどいないと思いますこの方はですね、えー、54歳ですねで54歳で、えー、新潟県ご出身で新潟大学を出ています、うん、なので、えー、かつ新潟大学の大学院の修士課程で法学法学要するにあの法律 を学ばれていてで、そして、えー、まあ、あの、この人はね、多分すぐ政治家かなあ、違うか。えー、っと、新潟大学を卒業してから、なんか、タイのバンコクとかに行ってるな。へえ<ー>。で、そっちに留学をして、で、さらに、あ、なるほど。 大学を卒業してからタイのバンコクに留学してでさらに帰ってきてからもう1回新潟大学大学院に入りでそ,こからそこからさらにイギリスのブリストル大学の法学部に行きでまた帰ってきて新潟大学で修士学を取ったでげえな何か勉強好きなんだねうん勉強大好きでそれからいわゆるあの大学いろんな大学新潟産業大学とかいろんな大学で非常勤講師 を務めていていそんな中で新潟国際ボランティアセンターの事務局長とかを務めていたんだけども1998年に、えー、民主党に入りで1999年だからこの人が何歳の時か32歳の時に新潟県議会選挙に立候補して初当選でその後県議会議員をけん、えー、経験した後に新潟1区から民主党を公認。 というわけなんでどちらかというと、この西村ちなみさんは、もう地元で出て、地元で地元の大学に行き、留学はしたけど、地元の大学に戻ってきて、地元の県議会になって、そこから地元から出るという、こうまあある意味、かなりちゃんとした政治、かつても変だけど、あの、まあのましっかり政治のキャリアを歩まれているという感じ。 あこのように見るだけでそこら辺全然違うね面よねうんまあだから別になんつうのあの一人一人を見てると、うん、そんなになんかパッと出の人たちではないで、うん、だからまあいずれが出てもまあまあなんじゃないのっていうレベルだようん、うん、まああとほら名前が出てんの長妻さんね あ長妻さんはいでもさ大ベテランだからさ、うん、ねえ大ベテランで前のあのー、えっ、ー、と民主党政権でも公務、うん、大臣だったっけそうん、うん、そうそう,そう,そうやってるっていうのがあるけれども、うん、まあ長妻さんももうあの実績としてはすごいよね彼もね長妻昭さんですよねううそ,うそうはい長妻昭さんはですね慶応大学法学部を出てあの日経 日経、うん、b p に入ってから、あそれでから、えー、それで平成維新の会、新党先駆け、旧民主党、民主党、民進党、旧立憲民主党、立憲民主党。うん、維新にちらっといたの平成維新の会ね。ああ平成維新の会だか。ちょっとややこしいんですけど、平成維新の会は、あの<ん>大前健一さん、あそそうだそうだだこの人たちがやったやつなんで。

で,でも、年齢的にはちょっと上か。61。一。あ、でもまだ61だもんね。61だからね、あのー、馬ちさんとそんなに変わんないよ。うん、うん。そんなに変わんないっていうか、あのー、一緒です。うん。もうすごい厳密に言うと、馬ち、ね、さんの方が2ヶ月若いっていうぐらいですね。うん。だか、うん、まあ、なんていうの、自民党のほら、いろんな連中よりはやっぱりまだ若い長若いね。年齢的にもね。うん うーんそうか長妻さんと俺もうちょっと645ぐらいまでいってんのかなと思ったけどまだそんなもんなんだなでもそう考えると12年前にあれ厚労大臣やってたんでしょそうそうそうだから大したもんだよねすごいよねだからその時だって49とかでしょうん s っなうんうん あとは男で名前が出ているのはあと誰かいたかな、まあ、かあとは岡田克也とかさあまあでもちょっと岡田さんはもしなしなう年だしなうんだしちょっと古いイメージありすぎじゃないそう、うん、まあ完全旧民主党だからねうんだからうん面白いですよね一番その今話題になってる小川淳也さんが うん、若い力で改革っていうような感じはするんだがキャリアだけ見ると、うん、なんか国家公務員東大法学部を出て国家公務員から政治家こうあの私すごいあの独断と偏見で物申しますけどこういう人ってひゅって国民民主の玉木さんみたいにぺってこの手のひらを返すようなあのだからこの維新 <laughs> いいんじゃねとかっていうふうにこう。 小さんとか言っちゃう感じ、ね、ちょっと怪しい <laughs> とれしいところがでもイメージ作りは得意っていうのってすごいた国民民主党玉木さんとかぶる東大出て <laughs> 国家公務員になって政治家になりましたっていうキャリアの人ってただ玉木さんは大蔵省、ね、あの名門とはいえ小川さんは自治省なんでうんあの大蔵省の方が人の騙し方はうまいですね う騙し方だよ玉木さんのあの憲法改正に関するあれとか、うん、まあでもそれはもうちょっとあの別の話題に何か置いとこうまあ別の党の人だからねそうそうとりあえずさ、ね、なるほどでそれでさらに小川淳也さんとかさ希望の党に一回ペーって言ってポーって帰ってきた人でしょそうそうそう,そう私的には,は、ね、小川さんちょっとねあの評価低いですよなるほど、うん、なるほどなるほど ちょ,ね、ちょっとね。ちょっとね。ちょっとね。ちょっとなんかね。やっぱさ、山犬と組んでもいいやって,言うっていうのは、ちょっとセンスとしてどうなんだろう。それはダメだろうっ,って。ダメでしょ、山犬は。山犬はぶち殺せって言わなきゃダメだろう、ね、やっぱり。本当はさ。で、えっと、じゃあ名前が次、まあ出ている、まあこの部屋ル古株なんだけどさ。うんうん えーっと、民主で安倍智子。安倍智子さんね。安倍智子、森友子ね。まあ、どちらかというと森友子さんの方がまあ、有,まあ、有名っていうか、質問なんかでは目立ってるかな。うん、安倍智子さんと、えー、森友子さんね。うん、ええー、森友子さん。うん、ちょっと待ってください。うん、森友子さんの方がまあ、まだ有名。うん、そうね。まだ有名だけど、まあ、 た人とも一般的には知られてないでしょうーんあ、うん、あそうね、うん、まあ一般的に知られてるって言ったらさ、うん、女性候補の中で候補ってまだ候補になるかわかんないけど、うん、えっと女性議員の中で圧倒的に知られてるのはそれは連邦、うん、それと辻本清美だよねマイクをかじっております辻元清宮でもさすで、うんうん、に議員ですらないからさ どううしようもないよね阿部智子さんはですね、うん73歳なんですね、この方。あもうそんな年なのね、うん、じゃあちょっとないな。うん、東京大学医学部卒業、73歳、阿部智子さん。ああじゃあないね、うん、それはもう男、女がどうとかいう話じゃなくて、年齢的になったね、うん、いくらなんでも、だって、その人が OK だったら岡田克也も OK よって話よ。うん でそうなったらなんかあの菅さんを老害だっていうふうにね若返りがどうのとかっていうゃうからこれ <laughs> だから、うん、まあないわなうんちょっと残念ながらないじゃあ、えー、森裕子さんなんですけど、うんえー、森裕子さんは1956年生まれ、えー、63歳新潟県新潟市生まれ新潟大学の、えー、法文学部卒業 おってことはあれか大学だけで見るとあの人と一緒かそうですえー、っと西村ちなみさんと一緒ね西村さんはいへえ<ー>でこの人は前職は森友子さんは大学在学中にディスカウントチェーンに創業に参画おお面白いこれでも結構 今の時代の話じゃなくって1980年前半からそんな時に女の人でですよディスカウントチェーン創業に大学在学中に学生ベンチャーみたいな感じでやりさら、うん、に子育てをしながら英語塾を経営。うん でその後公民館に勤務して介護ボランティアグループを作り町おこし塾をやってミニコミ誌の初代編集長とかを務めた後に新潟の江南区で、えー、町議会の選挙に出たっていうそれがだからそのでもその町議会選挙で初当選した段階で43歳。うん でそこから、えー、衆議院議員選挙に、新潟で出て、えー、で、まあ、民主党っていう感じで。うん、へぇ、すごいな。なんかすごいバイタリティがあるんだね、やっぱね。かなりのバイタリーまあまあ、だってこの人さ、あの、結構その、わらーって感じ、あるじゃないですか。質問はね。うん。やっぱ、なんかこう、その、生まれとかキャリア見ると、 何か小川淳也さんに対してーか感じるやつとか森ゆ子さんの勢いってそうなんだとかってこちっちはっ面白いですね見てて <laughs> あ<ー>な。なるほどなるほど。ね、<う>だからさ、でまああのもう国会での質問とかもつばつばやるからさいわゆる左系の人たちの支持は熱い熱い。 うんだからもう、自民党との対決色を出すんなら、もう彼女を一択っていうね、うん、なんかそういう人もいるただまあ、あの岸田さんよりさ、せめて若くしたいじゃないですか。うんでそう考えると、岸田さん64歳なので、岸田さんより若い方というふうになると、えー、森友子さん、1歳上なんですよね。あーなるほど、うん なので、えー、長妻さんとかあとは、えー、泉健太さん47歳小川淳也さん50歳、えー、西村千奈美さん54歳馬淵さん61歳とかだとえっちゃええですよね。うん。まああとはだからそうねとにかく知名度っていう面でい,いやあとは蓮舫さんでしょうね。うん、でも蓮舫さん<あ>なんか出てこないよね。 うーんあの彼女はさ、1回、ほら、民主党代表になってるでしょ。ああそっかそっか。そう、それで辞めてるでしょ、一回。だからちょっと鈍いんだよね、動きがね。なるほど。すでに1回やっちゃってて、かも辞任してるっていうさ、うん、っていうね、あれがあると。うん、ただ、知名度的には圧倒的だよね。うん で質問とかもちゃんとこなせるしさ人気は高い、うん、国民の人気は高いだここで辻元がいればあのー、にぎやかや口は悪いけど賑やかしみたいにはなった、うん、でも彼女はいない山犬に食われちまったんだよ辻元さんはああ 怖いなヤマイヌ。ヤマイヌに食われちまったんだよ辻元が辻元清美がまさか落ちると思わなかった俺も。医 <laughs> 師超こえよ。ね。うん。だからなんか今その名前が出ている中では <laughs> 女性だと森ゆうこ、まあ蓮舫はさ、うん、有名だからあれだけど。 あと、その西村さんの名前も出てるよね。うんうん、で、えっとまあ、この朝日の記事、うん、立憲代表選で、その今回の選挙でジェンダー平等とかって立憲は一応公約として出して戦ったんだから、うん、そのジェンダー平等だって言ってんのに、女性候補が一人も出ねえって言うんじゃかっこつかねえだろうと、うん、いうことで。 女性、誰か出るべきだーって言われてるんだけれども、じゃあ誰って言うと、名前が出てこないっていう。まあ、今回挙げた中で言うと、西村ちなみさん、あるいは森友子さん,、うん。うん。うん提案方感じなんのかなと。うん、ただ、森友子はさ、参議院なんだよね。うん、そうなんだよね。そう。ただ、まあ、前回も蓮舫は参議院なのに。 まあ代表になったもんね、うんねうったっていうのもあるんだがうんこの辺どうなのかねっうん、ねうん、まあだからなんていうの別になるかならんかわかんないけど、うん、女性の候補は出しておいた方がいいと思うよだって自民党だってさ、うん、一応女性らしき候補女性です 出てた <laughs> 高市早苗さんと野田野田はさそれはあれは女性だと思うけどいや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 高市さんも女性だから高市はあれでしょあの阿部が女装して立ってるっていう思想的にはそうなんですけど女性ですからそっかはい <laughs> まあだから女性が2人出たわけでね。そうそうそう,そうそうそう。すごいなことだよ、でも考えてみると。<laughs> そうね、うんそういう。あの党で女性が2人さ、うんうん、総裁選に出るってさ、すごいことですうん。うん、中身はともかくとしてね、うん、あのー、2人とも、2人出てたから、うん、そうすると、民主党がさ、常日頃女性差別だ、うんったらあんたらだーつってあの文句言ってんのに、うん あの、候補に一人も出てこないっていうのはちょっとないなと、うん、だからにぎやかしだとかなんとかって言われたとしても出すべきだと思うねうん,うん、うんうん、女性候補うん、うん、まあ一人か二人うん出てさあいいじゃないの女性さだから、まあ、なんていうのかな自民党の総裁選と比べること自体が意味がないからうん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 あっちはだってほら なんていうの政権与党だからね、うんうん、政権与党の与党を動かすトップの人、トップを決める選挙と、うん、野党のトップを決める選挙とじゃ全然大みが違うからさ、だから、あのー、そこはもう比べてもしょうがないんだけど。うん でテレビもな自民党に比べたら地味だよなってそれ当たり前にしようよってうん、うん、それは無理だからうんいう話なんだけどうん、うん、それでもまあ何もやらないよりは目立つよ。うんうん、何もやらないよりそれと今回、えー、選挙報道と総裁選報道で、うん、結構民放を叩かれたじゃん。うん 自民党の総裁選バカみたいに流しやがってって,って。このバカ野郎っつって。えー、結構言われたでしょ。うん、だから民主党の政権もね、ちょっと、まぁ、あ、ち,ちょっとだけ流しとくかみたいなね。立憲民主も流しとくか、しとれなそうだな、めんどくさって思いながらやるわけですね。やるやる、うんうん。ちょっとだけやるよ。うん、でもいいじゃないの、それでも。うん、っほっときゃ何もやんないんだからさ。うん、だからそれでもね、なんとか出てさ。うん あと、なんだっけ、立憲民主党、ほら、1年生だったか2年生だったかで、異性のいい女の子いるじゃん。なんつったっけ。吉田晴美さんいや、吉田じゃねえな。参議院だな。参議院でうん。えー、女性で検索すると、うん、誰だなんかその子は、なんか異性だけでいいから、とにかく出し。出し出しいやいや、ひどい、ひどい、誰よ。 名前も知らんのに誰よ <laughs> えっと何つったっけな ?Facebook でよく見るんで <laughs> 誰もうもう主体的に見てるわけじゃないかかじゃあいいよいいよそんなん <laughs> 朝日新聞の記事に出てるのは、うん、あと菊田真紀子さんという方だけどうん菊田さんってどんな人なんだ菊田真紀子さんは朝日新聞のこれも新潟だなおい すごいね新潟,に新潟なんでこれ森友子さんも菊田真紀子さんも西村智奈美さんもみんな新潟新潟はすごいねあの新潟っていや田中角栄だけどねお何小、ね、沢さんが力入れてんのかあああそういうこともあるかもしれないねえー、ち,ちなみにえー、っと菊田真紀子さんという方はですね、えー、結構面白い人でしょよ 新潟県立う鴨高等学校を卒業した後にですね中国の,あの大学に留学されてます。でそれからあの中国語教室を経営お<う>それでそれから地元の市議会選挙に出て全国最年少25歳でトップ初当選。で それから自由民主党に所属その時は自由民主党、うん、なんだけども、えー、1998年に結成された自由党に行って1998年だからやっぱ小沢だだから小沢さん小沢だ,だやっぱり、うん、小沢さんがすごい固めてんだねこの辺りはうーんなるほど、うん、そういう人ああ偉いうん という人ですねなるほど52歳ですああことはまあだから西村さんよりも若いう,うんおもろいねうんそういう人がまあ出るといいなへ、うん、えー、だからね年齢的にはまあまだ全然出れる年齢なんだなえ 安倍,安倍智子さん以外ちょっと待って、こその結構壮絶ですね、菊田さん、今回の選挙お<う>2021年衆議院選挙で選挙で駆けずり回ってたわけですよ、うん、で、10月29日夜から30日にかけて菊田さんは夫と連絡が取れなかったとあうそ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 う、旦那さん亡くなったってう、ね、そんで31日う。 うん、あのまあ夫が亡くなったああそう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 、うん、聞いた聞いたそれで人生とはわからないもので私は今日最愛の人を亡くしましたうわーそうそうそうだ選挙で旦那さんをの死に目に遭えなかったってことかそう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  ねそうよなるほど旦那さんは外務省の職員をされていたらしいそうそうそううんそりゃもうじゃあリベンジで投手になるかいやいや何のリベンジの場合にか分かんないけどえでもかわいそうやなこれうんっていうエピソードもほとんどの人は知らないんじゃないでしょうかそうねうん そう考えると結構ドラマあるじゃん。あるよ。今回。それは我々が知らないだけです。うん、通話もちろんあるのよ。うん、だからまあそういうのがテレビで流れるっていうだけでも、うん、民主党にとってはまあいい宣伝にはなる。なるね。うん。まあさ、あれなのもじゃあずっとやってったらよかったかっていうと、やっぱりそういうところはね、うん、あのちゃんとこう選挙とかをやると、うん、まあまあ、 あ,のある程度は広まるんでさ、うん、ま,あまあやる価値はあると思うもっと騒がれる方がいいよねうん何、うん、でもいいから話題になった方がいいじゃん、うん、やっぱりな割とだからなんていうの今生きのこ選挙で生き残ってる人たちってさ、うん、やっぱなんだかんだ言ってまぐれじゃないからさうん,、うん、なんだかんだ言って今140人しかいないだろうなんて言われるけれども、うん 今生き残ってるのはまあ割とあの歴戦の融資みたいなうんうんうんそうね <laughs> そういう人たちだってことだよね結局ねうんね、うん、だからまあ140人しかいないけどこの中からまあ女性も一応出るべきだしさ、うん、と思いますよ僕はちなみに、うん、えっと独断と偏見、うん、で私が男性と女性で この人がいいなっていうふうに私はちょっと決めたいなと思います。うん、まず男性。男性1位は、私、今回のざっと見た感じ、うん、でいくと、まぶちさんですね。うん、やっぱり、あの、経営のこと、わかってる。うん、で、要するに20代から40前半までは経営やってたんですよ。会社の現場にいて、 そこから、あの、政治になった。っていう。で、しかも、えー、内閣、あの、民主党政権の頃にですね、あの、原子力発電事故の対応を担当する内閣総理大臣の補佐官をやってます。うーん。そうね。結構根性。満載。うん。で、えー、じゃあ女性は誰なのか。うん。なんですけど、 正直ですね男の方は山淵さんが一番いいなって私は思ったんですけどお<う>女の人は、まあ、みんな新潟だなっていう感じはするんですけどそうっすねーあの自分で若返りがどうのとかって言っておきながら。うん やっぱ森ゆう子さんのバイタッチが一番良さそうかなっていう,うーん <laughs> だってすごいじゃんこれ女の方で1970年後半ぐらいに自分で学生ベンチャー的な活動されたわけでしょうーんすごいですよそれはねパワーあるよねパワーあるよまあまあ彼女の国会での質問もブルドーザーみたいなもあ、ね、<laughs> っつって。<laughs> <laughs> 私はね女性の方はつけががたいいなという感じがあります、ねまあそれでも強いて言うんだったら順番をつけるんだったら森さん、うん、次に西村さんっていう感じかな、うん、男性の場合はえー、っとまず馬淵さんが一番上に来て、うん、でそれでからちょっと下がって長妻さんでそれでから、えー、泉健太さん 小川小川 <laughs> なんか嫌なんだよね小川さん俺 <laughs> なんかなんかちょっとにおうんだよな <laughs> 山犬の匂いがすんな,いやなんかねこの玉木さん的ににいがすんあ<ー>こう官僚のそつなさ的なものをなんかちょっとこう <laughs> ニ,コニコニコしてるけどお前すぐ手のひら返すだろみたいな,なそう <laughs> すみま,ません、あの私の独断と偏見ですよ、これは。うん、本間さんと本間さん,うん。そうね、俺もね、うん、あの馬淵さんはね、だから、うんまあ、あのずっと前から、うん、あの結構、気骨のある人だなとは思ってた。うんうん、ただ、なんかこう、若干、全民主党政権の名残があるからね、うんうん、残念ながらね。うん まあそれ言うなら長妻さんも一緒だけど、ね、うんうん、そこどう考えるかだよね。それをまあだって別にさ、民主党政権の人間、旧民主党政権で閣僚をやってたってことは、そんだけ政治歴は長いってことだもんね、うんうん、逆を言えば。俺も馬渕さんは今はまあいいんじゃないかなと思うんだよね。うん、ありきもあるし。うん、あとはだから、どれぐらい、要するに、 ああのあれがあるのがるかそのなんていうの人脈,人脈じゃなくてえっとほらその信頼度が高いのかさ、うん、ねっ女性ね、うん、女性難しいねーいや森,森さんはさとにかく迫力満点なんだけど、うん、もうなんか自民とはさ、うん、もう あの絶対に自民の言うことなんか聞いてたまるかっていう感じの人もないさ、うん、そこまでど極端に、うん、で、大丈夫かっていうこんなくもない。<laughs> いいんじゃないの別に。<laughs> だから俺、この西村さんって何回かしか見たことないんだけど、うん、まあでもこの人もいいんじゃないのっていう気もする。うん まあ、あとなーな連舫はさ、あのー、認知度は圧倒的なんだから、うん、やっぱり旧民主党のあれだよね、うん、旧民主党のあれが強すぎるうん、うん、そこだけかなだからもう旧民主党の話はとりあえずもう断ち切ろうかなって思うんだったら西村さんとかさ、うん、そういう人かな森友子でもいいし。 とにかく女性は出さなきゃダメだよね。うんああ。絶対出さなきゃダメだね。うん。5、6票しか集まんないのよーって言ったって、うん集、いいんだそれでも別に。うん、出すのは大事なんだよ、これ。出た方がいいと思うよ。うん。うん、女性は出た方がいい、うん。あとはメディアがどこまで取り上げるかだね。だって今日ちょっとチェックしたわけで、あこんなドラマがとか。 面白いよね。えって。えまあ順純や改革とか言っときながら本当にそうねとか。<laughs> <laughs> <ー>ちょっとあのフラフラ感がね匂うんだよね。だよね。ちょっとな。泉健太さんなんかもう立命館大学出てからずっと福山さんの秘書やってそれでから政治家ですってこう。 まあ、一番信頼を受ける感じじゃないこれがうんそうね、うん、まあ立憲っていうかその民主党っていうさ、うん、流れは出ちゃうけどね、まあ、まあずっといくだろうだからそのうんその辺なお、はい、その辺を、うん、違うその辺をさ、うん 長妻さんとか馬渕さんみたいな、うん、まあ言うなればベテラン、うん、ベテランを買うのか、うんうん、どっちがいいのか、うん<ー>。まあ、とおおおの、小川さんのことはあーダー言いましたけど、私が絶対に嫌な人を一人挙げてみましょう。江田賢治。ああ、うん、うん。江田賢治は、あの、横浜市長選挙の時の、 えー、いろんなあのことに関してはほとんど説明をしておりませんうん彼はだ無理なんじゃないのんやっぱりやっぱ横浜でヤバそうだからさ、うん、ちょっとね、うん、かなりヤバそうな空気空気漂っててまああと65歳ですねうん,うん彼は権力力強そうだけどねね。東京大学法学部第1位ご卒業された後に 国家公務員通算産業省に入省してそして政治家ですかおおすごいな自民党がお前っていう感じやねうん <laughs> でもなんかけの横浜市長選でなんかかなり怪しいからな怪しいよ怪しいよだって山中竹春とかいうやつがコロナの専門家でもなんでもだねコロナの専門家ですとかって紹介してたらあかんでしょいくらなんでも。 あれは赤いよな。で選挙に勝ってからええだろうっていう意味ではいいんだけどっていうか江田検事ってもともと維新の会にいた人だよね。そうね、いたね。うん、うん。そうなんだよ。うん、で、そこを飛び出て、うん、民主党に来たんだよね。そう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 。だから、元とは山犬出身なんじゃも賛成。 あーそ,うそうそうそう。え、えだから彼はもとあれじゃないの国民民主にいたんじゃなかったっけえ、国民民主だったっけないや、国民民主にいてそれでこっち来たんじゃなかったっいや、違います違います。あいないうん。あじゃそれは俺の勘違い国民民主にはいなかったな。うん、今調べましたけど。ただ、あの憲法9条 えー、じゃあ、憲法改正についてはどちらかといえば賛成、緊急事態条項の創設には賛成、だけど、救条には反対というですね、この非常に官僚っぽいね、うまくついてるね、国民の騙し方知ってるね、選挙強いねーっていう、枝だけ私嫌いです <laughs> <laughs> まあ出てこれないんじゃない,出ない方がいいです、この人は。 なんか噴火が起きそうだからはいおがまあそんなわけでねちゃんと掘り下げれば面白いでしょね、うん、まああの面白おかしく私が喋ったっていうのもあるんですけどこういう感じで盛り上げたらどうですか代表戦ねそれぞれのドラマそうじゃないとなんか制作だけをただひたすら言ってさで、ね、つまんねえって感じになるからさ ちゃんと生い立ちキャリア、ね、そういうところいいと思うよねやっぱ人間のドラマがあの見えないと人々は関心を持ちませんからねはい、うん、また私はとりあえず枝検賢が出てきたらめっちゃ叩こうかなと思ったんですけど <laughs> まあ多分出てこない、うん、分かってるだろ本人もうん、うん、でもなんかそう考えると女性は叩き上げ感の人結構多いですよねうん だけど男性は、まあ枝さんとか小川さんとかもそうだけど、官僚から政治家へっていう、だからそういう意味でやっぱりジェンダーというのを考えるんだったら、女性の代表を据えた方がいいと思うけどね。そ<う>、うんまあそんなわけで、えー、今日はあ,のあんまり盛り上がらない、えー、立憲民主党の代表選、どんな人が出てるのかなで、そしてどんな人だったら、 盛り上がるのかなっていうのも含めてみんなで見てみましたというわけであんまり見ないよねこういうところっていうわけで、うんえー、チェックいたしましたそんなわけでであ,あのー、某新聞社のコメントがですね、えー、あ明日もしかしたら出るかもしれません本間さんのコメントがこれに関して<ー>はいそうですねそれはまたあの乗ったら報告しますそんなわけで今日も読書チャンネル登録といいねよろしく今日えー、あそうだそうだ乾杯よろしくね <laughs> 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 なんかあの喋っててあんま盛り上がらんかったね。そうあんまなんか、いいっもっと江田賢治と小川淳也についてボロクソに言っていいんだったら私盛り上げられたけど一応あんまり言ってもなっていうふうん。一応立憲民主党フォーカスっていう感じでした。バイバーイイ